竹でご飯を炊きました。キャンプに行った時に子供たちと一緒に竹でご飯を炊いてみました。でどんな風に竹を切ってどんな風に炊いてでどんな味がしたのか皆さんにシェアしたいと思います。でこの体験ができる場所も最後にお伝えしようと思うのでぜひ最後まで見てください。きっかけチャンネル。で皆さんこんにちは。物選びと暮らしのマニア、ハイパー主婦梅野あゆみです。このチャンネルではママたちの考えるきっかけになればと思い、物選びや子育てやあと暮らしの話などをしてますので、ぜひチャンネル登録してください。はい。で今回なんですけど、この前キャンプに大勢で行きまして、その時に一つの体験として竹ご飯っていうものを作ってみました。でまずはじめに竹をですね切っていくんですけども、ノコギリでギコギコひたすらやるんですけど、ノコギリは引くときに力を入れた方がいいんだよってことで、それを意識しながら頑張ってみました。ちょっと慣れないので久しぶりにねノコギリ使ったので、ちょっと折りそうになりながら必死こいてやったんですけど、無事に切れて、その後に蓋の部分を切っていくんですね。で蓋の部分はちょっとこう斜めに切るのがポイントだよって言われて、それはご飯を炊いてで蓋を外す時になんかこう斜めに切らないと外れなくなっちゃったりするらしいんです。なのでこういう風に斜めに切るというところがポイントだよと教えてもらって、斜めにまず切り込みを入れました。でこの切り込みを2つこう入れた間の部分にのみを入れて、カン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 とこの切り込みと切り込みの間を切っていくんですね。本当にパカッと蓋が開くような形になるので、そうやって蓋部分を切りました。入れ物ができたら、その後に竹の中を軽くすすいだ状態で、ご飯を洗っていきます。はい、お米を入れてで軽く洗って、結構適当にお水を入れるんですけど、お米の上に1センチくらい水がかぶるくらい目安で、今回はお水を入れて、で蓋を閉じて、でかなり強火だったんですけども、もうバン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 火を焚いてですね、そこにお米を置いておきました。15分くらい経った頃にどうだろうかって中を一回見てみたんですけれども、まだその時にはお米が固くって、でこれちょっとまだ固いからもう少し水を足そうかっていう感じで、少しまた水を足してですね、でまたさらに5分10分火にかけましたね。でもう一回蓋を開けて味見をしてみたら、そう子供たちみんな食べてくれたんですけど、みんな美味しい美味しい、もう大丈夫っていうもので、じゃあもういいかっていう感じで、そうもう本当に味見をしながら、火加減もねその時その時で違うし、竹の水分量もその時その時違うみたいなので、味見をしながら硬さを見てで出来上がり判断したという感じです。はい。で私も実際食べてみたんですけども、本当にこう竹の香りがして、でもちもちふっくら美味しいという感じでした。で外で食べるので、またその美味しさも何倍にもなって美味しかったなという印象でした。今回この体験をさせていただいたのが、福岡の東峰村というところにあるポンタの森キャンプ場というところですね。自分でテントを張るようなキャンプをもうガチでしたい人ももちろん OK だし、初めてテントを張ったキャンプに挑戦するんだよねっていう人は、楽ちんキャンプっていうセットもあるし、でそれ以外に私たちが今回利用したのが、何十人か泊まれるような広場みたいなのと、キッチンスペースが兼ね備えてあるこうイベントスペースみたいなのがあるんですけど、そこをお借りして、今回はみんなで布団をバーッと敷いて雑魚寝スタイルで寝たっていう感じですけど、そういう場所もあるんですね。あとはいろんなアクティビティがオプションのサービスとして準備されているんですけど、今回みたいな竹ご飯もあるし、ドラム缶風呂っていうのもやったし、バーベキューもやったし、ビールサーバーも頼んだし、あとお布団もですね、キャンプ場経由でレンタルさせてもらったし、コーヒー焙煎もね、今度は動画紹介しますけどやったし、そんな感じかな。いろいろあるんで、はい、本当にいろいろあるんです。本当に竹キャンプ、
竹キャンドルも。でも、本当に下がったよね。ということです。はい。なんで、まあ皆さんもね、ぜひ、試してみてほしいなと思います。またねー。バイバイ、ステータ君。バイバイ、バイバイ、バイバイ。